エドモントン・オイラーズは、カナダ・アルバータ州エドモントンを本拠としている、ナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。1972年に、アルバータ・オイラーズとして和の創立メンバーとなる。創立時のオーナーは、ビル・ハンター。ハンターは、従前は、エドモントン・オイル・キングスのオーナーであり、後の西部ホッケーリーグの創立者でもあるが、 彼のエドモントンへのプロホッケーチーム誘致は NHL にガとして拒絶され続けた。アルバータをいらずという名の元々の命名理由はカルガリーブロンコスの解散後においてアルバータ州の二大都市であるエドモントン、カルガリー双方でのホームゲーム開催を起としていたこととされる。もっともチームはエドモントンのみで全工業を行ったが、これは財政上の理由や NHL 側のいずれかが カルガリーへ進出するのを容易なら占めるためと言われている。翌年には実態を反映させるために、エドモントンオイラーズへと改名1978年になって、新オーナーのピーター・ポクリントンは、球団存続を断念したインディアナポリス・レーサーズから、当時まだ新人だった後のスーパースター、ウェイン・グレツキーを獲得した。グレツキーは、まもなく閉鎖される。 和の最後の新人王となり、チームは、ウィニペグジェッツ、ハートホードホエーラーズ及びケベックノルリクスと共に、NHL に参画した。オイラーズは、グレツキー、マーグメシエや、ケビンローラ有力若手選手を擁し、NHL 参加1年目から、スタンレーカッププレイオフ進出を達成し、その名をリーグに轟かせた。このプレーオフでは、フィラデルフィアフライヤーズに3敗と敗れ、 またポール・コフィーや、やりくりが加入した2年目のレギュラーシーズンの順位は、月並みに終わったが、1981年のプレイオフ1回戦では、絶大な人気を誇ったモントリオール・カナディアンズを参照、0敗で破る大番狂わせを演じた。1981から1982シーズンでは、レギュラーシーズンでリーグ最高の成績を収めたものの、 若いチームゆえに自らを見失って地区準決勝で敗退した。1983年は初めてスタンレーカップ決勝に進出したが、3度の優勝経験を持つニューヨークアイランダーズの前に1勝3敗で屈死した。しかし、その1年後、4勝1敗でアイランダーズを下し、スタンレーカップ初優勝を決めた。これが1980年代のアルバータ王朝時代。 すなわち、エドモントンとカルガリーフレームスが、その後5シーズンにわたって、リーグトップの座をめぐって、しのぎを削る時代の幕開けとなった。エドモントンは1985年に再び、カップ優勝を成し遂げたが、1986年の西部地区決勝の第7試合では、宿敵フレームスに、痛恨のオンゴールで敗退、フレームスのカップ決勝進出を許した。 1987年はエドモントンは再度、カップ決勝に進出し4勝3敗の金差で、フィラデルフィア・フライヤーズを下した。また1988年には、スタンレーカップを通じて18試合中わずか2敗と、無類の強さを見せ、ボストン・ブルーインズを破って、過去5年間で4回目の優勝を飾った。しかし1988年の夏には、クレツキーが、 金銭1500万ドルと2選手との交換トレードでロサンゼルス・キングスへ移籍することとなった。この移籍問題はカナダ議会での議題に上がった。この移籍騒動によって1989年のシーズンは混乱続きとなり、エドモントンは1982年以来初めて地区決勝に進出を推せず、またキングスも同様の混乱によって7戦方式のシリーズに敗退した。 続く1990年もエドモントンには混乱が続く。とりわけ、オールスター選抜選手で将来の殿堂入りを目指されたゴーリーのグラントフューアがコカインの所持及び使用で告発されたことは痛手であった。しかしチームは新ゴーリーのビルランフォードに続いて勢いを盛り返し、地区でカルガリー、ロサンゼルスに次ぐ成績であったにもかかわらず、5度目の カップ決勝に進出し4勝1敗で、ボストンブルーインズを下した。ゴーリーのランフォードはこの時の目覚ましい活躍により、プレーオフ最優秀選手賞を獲得している。しかし徐々に、チームには水位の兆しが現れ始めていた。グレツキーの遺跡は NHL における急激な年俸の高騰という新たな現実をもたらし、エドモントンのような市場規模の小さなチームは、もはや、 アメリカ合衆国大都市のチームが提示する高学年報とは競争ができなくなりつつあった。マーク・メシエ、やりくり、ランフォードやグレン・アンダーソンらの有力選手はすべて相次いでチームを去り、残されたのは実績の少ない若手選手ばかりとなった。1991年と1992年には地区決勝に進出したものの、オイラーズは 過去5年間を支配した王子の面影はなかった。1993年にはリーグ参加以来初めてプレイオフ進出を逃し、その後4年間はプレイオフに姿を見せない低迷が続いた。オーナーであるポクリントンの所有する生肉会社ゲイナーズがスキャンダルと不正行為の追求を受け倒産するなど、表情外でもトラブルは続いた。1990年代のオイラーズは、 チームの存亡をかけて死に物狂いであった。1999年、ついに37のオーナーから構成されるコンソーシアムがチームを買収し、エドモントンでのチーム存続を明言した。短期間に2つのカナダのチームを失うという事態を深く有料した NHL の努力によって、オイラーズはこの支援を受け続けている。1997年にはオイラーズは プレーオフに久々出場を果たし勝利を重ねた。特に7戦までもつれたダラススターズを破ったシリーズは当時の最もエキサイティングな試合の一つと言われ延長戦において追いすがる敵をかわして決めたゴールで勝利した。次のラウンドではコロラドに破れはしたもののオイラーズのプレーオフへの復活に当然となったと伝えられる。1998年はエドモントンは プレイオフ2回戦で、ダラスと再び合間見えたが、急速に力をつけつつあった、ダラスの勝利に終わる。ここに、北京史上稀に見る熾烈なライバル関係が始まる。1997年から2003年までの間、実にプレイオフで、両者は6度化を合わせ、そのうち5試合は1回戦での対戦であった。 2002年こそ対戦はなかったが、これは両チームともにプレイオフ進出を推せなかったためである。2004年には、この気候状態が破れエドモントンは、プレイオフ進出がならなかったが、他方ダラスは進出し、コロラドアパランチと対戦している。2003年11月22日オイラーズは、NHL 初の野外試合、ヘリテージクラシックを主催した。 NHL 観客動員数最高の5万5千人超の観客をエドモントンのコモンウェルススタジアムに集めたこの試合でオイラーズはモントリオールカナディアンズに4対3で敗れた2004年1月23日オイラーズはある二族するマイナーチームのトロントロードランナーズが2004から2005シーズンの試合を本拠地のレクソールプレイスで開催すると発表したこれは NHL の同シーズンが2004年から2005年の NHL ロックアウトにより試合中止となることを受けたものである。2005から06シーズン、オイラーズはカンファレンス8位とギリギリのラインでプレーオフに進出し、1回戦でシーズン最高地点を獲得したチームに与えられるプレジデントトロフィーを獲得したデトロイトレッドウィングスと対戦した。大方の予想を裏切り、 レッドウィングスを破り、2回戦で3のゼシャークスを破り、カンファレンス決勝でアナハイムマイティダックスを破り、プレーオフのフォーマットが変更されてから、初めての第8シードからスタンレーカップ決勝進出したチームとなった。スタンレーカップ決勝では、エースゴーリーの同インロロソンを第1戦の怪我でかきながらも第7戦までもつれ込ませるが、惜しくも、 カロライナハリケーンズに敗れスタンレーカップ獲得を逃している。オイラーズはダウンタウンエドモントンに建設中のロージャーズプレイスを2016から17シーズンに移転する予定である。ありがとうございます。